レッドブル F1 のモータースポーツアドバイザーを務めるヘルムート・マルコは、2024年にアルファタウリに大きな変化があることを示唆。新しいスポンサーがつき、新しい名前になると語った。オーストリアのクレイネ・テイタングの別のインタビューでは、マルコは変化が近づいていることを示唆した。勇気は不運な結果やペナルティを受けながらも、とてもいいシーズンを送っている。パフォーマンスは正しいとマルコは主張した。しかし、 ニック・デフリースに関しては、我々は満足していない。我々も、それを検討しているところだ。長年チームプリンシパルを務めてきたフランツ・トストが、今期限りでその職を退き、後任には、フェラーリのレーシングのローラン・メキースと、元 FIA 事務局長のピーター・バイエルが就任する。アルファ・タウリには、2024年に、ローラン・メキースとピーター・バイエルという2人の新しいリーダーが誕生すると、マルコは語った。新しいスポンサーがつき、 新しい名前になるのだ。だ。方向性は明らかだレギュレーションが許す限り、レッドブルレーシングに従う。自分でマシンをデザインするのは間違った方法だ。マルコが驚きの発言を行いました。アルファタウリの名前が変わる。アルファタウリのマシンは、レギュレーションの許す限り、レッドブルのマシンに近づく。ローラン・メキースとピーター・バイエルという2人の新しいリーダー。デフリースは検討中。 アルファタウリという名前はなくなりそうですね。マシンの方向性も大きく変わりそうです。トストさんが外れることはすでにアナウンスされていますが、就任が不安視されているメキースも明言されました。これらは大注目でしょう。